突然ですが皆さん、肩こりお持ちですか？対症療法だけ行っている人は非常に注意です。一生それを続けるんですか？肩こりっていうのは結論、マッサージ、ストレッチだけでは絶対に治りませんよってことです。どうも、宇宙日体大学の井上俊平です。今日も皆さんの体リテラシーを上げるべくお話をしていきます。今日のテーマは肩こりの本当の治し方についてお話をしていきます。突然ですが皆さん、肩こりお持ちですか？肩こりが起きた時にどんな治療をしてますか？マッサージやストレッチのみで終わってないですか？もしくは湿布を貼っただけで終わってないですか？そしてマッサージ、ストレッチ、湿布した後に 2,3 日後にまた痛みを訴えてませんか？はい、これ結構ですね、うちの治療院に来る方が訴える内容なんです。マッサージ、ストレッチ、湿布やったんですけど、またしばらくすると元に戻ってしまう、こういう方非常に多いんです。これどういうことかというと、つまりマッサージやストレッチ、湿布しても結局治ってないよっていうことですよね。本当に治ったら痛みは繰り返さないはずです。本当に治ってないから痛みは繰り返してしまっているわけです。じゃあ本当の治療法って何なのか、皆さん知ってますか？痛みを繰り返さない治療法があります。その治療法について今日は具体的にお話をしていきます。はい、ではですね、まず肩こりについて皆さんもう少し知っていただきたいなと思いますから、肩こりについての説明を前半でお話しして、で具体的な本当の治し方っていうところを後半でお話ししていきます。肩こり、じゃあまず何なのか。肩こりっていうのは簡単に言うと、肩周りの筋肉がカチコチに固まってしまった状態のことを言います。筋肉というのはですね、筋膜と筋脂質というものに、大きく分けることができます。筋膜というのは筋肉の周りについている膜です。そういう膜に筋肉って覆われてます。で、その膜の中を筋脂質っていう紐みたいのがいっぱい走ってるんです。で、これらを合わせて筋肉、筋って言います。で、この筋肉たちがガチッと固まると中の圧がこう高まるわけですね。こいつらが固まって圧が高まると、この筋肉の中を走ってる神経が圧迫されてしまって、そして重だるさや痛みが出るということが起きてきます。例えば正座をした後というのは皆さん足が痛かったり、痺れたりしますよね。あれも神経が長時間圧迫されたせいで、ああいう症状が出てきます。同じように肩周りにも神経が走っていて、筋肉によって圧迫を受けると重だるさや痛み、こういう症状が出てくるというわけです。ですから、この筋肉が硬くなってるっていうのが痛みの原因になってるわけです。じゃあなんでこの筋肉硬くなってしまうのかというと、筋肉硬くなる原因は使いすぎです。筋肉はいっぱい使うとどん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 硬くなってくるっていう性質を持っています。例えばスポーツをしていっぱい走った後っていうのは足がガチガチに硬くなってきますよね。で、硬くなってマッサージとかストレッチをしてあげるとまた柔らかくなって、でこういうことを繰り返しているのが皆さんイメージつくと思います。で、この時にストレッチやマッサージをしないでカチコチのまままた寝て、またスポーツして寝てって、これ繰り返しているとどんどん筋肉はカチコチに固まって、ずっと硬いままの筋肉になってきます。そうすると神経が圧迫されて痛みにつながるというわけです。つまり肩周りでも同じことが起きていて、筋肉を使いすぎてしまった結果、肩周りの筋肉がガチガチになっているわけです。じゃあ僕スポーツなんかしてないんですけど、とスポーツしてないんだけどなんでガチガチになっちゃうのっていうと、そうです、ほとんどの方はスポーツをして使いすぎてってなってるわけじゃないんですね。多くの方の原因はこっちです。姿勢が悪かったり動きが悪かったり、この2つが原因になってます。姿勢の悪さというのは代表的なのは例えば猫背です。猫背で体がこう丸まっていると頭が前に出ますよね。で、この頭って実は 4,5 キロあるんですよ。で、このボーリングの球ぐらいの重さがあるんですが、この重いものが前に出るとこれを支えないといけないということで、首や肩の筋肉というのが働き始めます。逆にいい姿勢だったら、このボーリングの球はこの骨の上に乗っかっているだけですから、筋肉は休むことができるわけですね。だから姿勢が悪い人というのは常にこの周りの筋肉が働きっぱなしになっている。足で例えるならば、ずっと走っているような状態になってしまうということです。で、もう一個、動きの悪さというのは、例えば歩いている時に肩を自然とすくめてしまっている人とかいますよね。いつの間にかこうちょっと肩すくめているような、こう怒り方になっている人、あとは洋服脱いだりとか、あと手を上げた時、上のものを取る時に肩をこうすくめながら手を上げる人とかもいます。
こういった間違った癖を持っている方というのは、こういう動きをするたびに肩周りの筋肉を使うわけですから、この筋肉の使いすぎっていうことが起きてきます。で、こういうところ、姿勢の悪さや動きの悪さを治すためには、実はマッサージだけでは足りないんですね。マッサージで姿勢治ると思いますか？治らないですよね。マッサージでなんか動きの肩のすくめてるのが治ると思いますか？これ治らないです。いくらここにマッサージやストレッチをしても、こういう姿勢や動きは治っていかないんですね。ということは何が言いたいかというと、肩こりっていうのは結論、マッサージ、ストレッチだけでは絶対に治りませんよってことです。だってそうですよね。肩こりというのは筋肉が硬くなって神経が圧迫された状態。じゃあなんでそうなってしまうのかっていうと、姿勢が悪かったり動きが悪かったりするせいで使いすぎてしまって、で硬くなってるわけです。だから硬いのだけずっとマッサージで柔らかくしましょうってやってても、また筋肉がどんどん疲れていって硬くなってを繰り返していくわけです。だからマッサージして2、3日は楽なんだけど、姿勢悪いし動きも悪いからまた疲れが溜まって硬くなって痛みが出るっていうことを繰り返してしまうわけです。はい。つまり、まとめるとですね、こういった肩こりというのは筋肉がガチガチに固まっている状態、神経が圧迫されている状態を言う。で、こうなってしまう原因というのは筋肉を使いすぎているから。で、使いすぎている原因は姿勢の悪さや動きの悪さが原因になっている。だからマッサージ、ストレッチは絶対にこれだけでは治らない。エクササイズが必要になってくるということを今日、まとめてお話をしました。じゃあ具体的にどういう治療法が必要なのっていうところは後半の動画でお話をしていきます。そちらを見てですね、自分で治せる体っていうのを作っていきましょう。では今日はここで終わりたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも体リテラシーが上がったよという方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントをお願いします。そしてこの治療を受けてみたいという方は大泉鍼灸整骨院イエクルの LINE 登録の URL が概要欄に貼ってあります。そちらから登録をお願いします。お得な情報を配信しております。そしてこの治療をできるようになりたいという方は大泉スキルアカデミーの LINE 登録をお願いします。セミナーの情報を配信していきます。ではまた。